パパです。つばです。今日は YouTube の収益発表をします。いいよ。やった。実はね、この YouTube、前回の収益発表が2022年の4月、今が2023年の9月だから、1年5ヶ月ぶり収益発表。やば。やばいね。ちょっとね。実はね、このチャンネル1年ぐらい更新しなかったんだよね。更新しなかったのに、7月、2ヶ月前の7月の後半ぐらいから急に再生され始めて、チャンネル登録者も1日2、30人増えてね。で、合計で1000人ぐらい増えてるね。増えた。1300人ぐらいからこの2ヶ月で2300人ぐらい。今確か2300ちょうどなんで、ほんと1000人増えた。で、未だに1日10人ぐらい増え続けているという、なんか不思議な現象が起こっております。はい。はい。なので、僕たちもね、今ね、毎日動画投稿できるように動画を撮ってるわけなんですが、このチャンネル、シューツーバー、シューがいません。はい。はい。なぜかといえば、なんか、シューが中学生になって、あんまりこう YouTube に映りたくないっていうので、昔の動画は残してるんですけど、新しくは映らないっていうことで、今、ツバが一人で頑張っております。イエーイ。はい。で、8月のくれくれ、ちょっと待って。8月の収益報告です。8月は、ツバが仙台に帰ったりね、まあいろんな動画出したんですけど、発表します。はい。目つぶせ、目つぶってください。おいくら万円？はい。ドゥル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 、じゃじゃーん。はい、どうぞ。はい、確認してください。はい、まず1000円。まず1000円で、2000円。はい、2000円。はい。で、3000円。すごい。今まで1000円ぐらいだったよね。3000円。すごい。これパパとツバが、折半分けてる。そう、山分けして。あ、だったら合計はないんですか？合計はいくらですか？6000円。で、実は合計は7000円で、1000円はシューにあげましょう。なんで？だってこの収益って新しい動画だけじゃなくて、シューが出てる昔の動画からも発生してるので、まあ一応1000円ぐらいは週にも分け前を、はい、あげようと思います。なので合計で7000円でした。すごいよこれね。小学4年生の妻が自分で稼いだお金でお小遣い、それがお小遣いってことで、何に使いますか？何に使うかな、ちょっと悩んでる。何と何に悩んでるの？ゲームの課金に悩んでる。課金なんだよね。最近なんか課金でさ、パパが子供の頃は課金っていう文化がなかったので、なんか課金にお金を使うのがもったいないって思っちゃうんだけど、でも今の子ってね、課金、ゲームで課金して強くなりたいんだよね。そういうことでしょ？なんか課金だともったいないなって、物だったらいいんだけどなって思うんですが、まあ時代が流れてるので、まあ好きに使っていいです。これだって妻が自分で稼いだお金ですから。子供でも稼げる仕事、それが YouTuber だ。はい。妻もね、もうね、2300人のチャンネル登録者数がいる YouTuber ですから、沖縄のね。はい。で、まあ傾向としては、でもね、大分の湯布院とか別府の温泉の、過去動画とか、あと沖縄のホテル、リゾートホテルの、何やってんの？口遊び。リゾートホテルの動画とか、あと、セグウェイと電動キックボードの動画がすごい再生されてるので、今度ちょっとセグウェイまた撮ろうか。
ティングウェイで散歩を行く。最近乗ってないじゃないセグウェイ、ね、せっかくあるんでセグウェイと、電動キックボードの動画を次撮りましょう。はい、はい、じゃあまた来月からも頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあまたねー。